ドッソドッシドッソドッシ風景の中のキルケと恋人たちワシントンナショナルギャラリー所像ドッソドッシ本名ジョバンニリニッコロデルテイリュルネサンスキーイタリアの画家フェラーラ派に属するドッシはミランドラのトラマススキオに生まれたものと思われる若い頃のことやどこで修行したかについての十分な記録はないのだが父親はフェラーラ校の会計係で絵を学んだのは 地元のロレンツォ・コスタの下でか、あるいはマントバであったろうと思われる。1514年にはフェラーラ公の宮廷にいて、以後30年間、アルフォンソ1世ですってとエルコレ2世ですってに仕え、後には宮廷の主席画家にまでなった。ローマのラファエロの工房で修行した弟のバッティスタとは、よく一緒に仕事をした。とっは、頻繁にフェラーラ公のために、家具や、 劇場のセットの装飾を手掛けたが、その装飾はその場限りのものだった。ガロファロと一緒に仕事をしたことも知られている。弟子には、ジョバンニ・フランチェスコ・セルチ、フリードバーグは、ドッシのギガっぽさ、原始主義、比率のエキセントリックな歪みを表現するのに、スプレッザトゥーラ、EN、スプレッツ・トゥラ、難しいことを簡単に見せることという言葉を使った。またドッシは、 棚飾りに普通は使わない、明るい着色を使ったことでも有名である。また、キリスト公家のようないくつかの作品は、コレッチョの絵を連想させる、揺らめくような質感を持っている。エステ城の中にある、アルフォンソ一世、デステのカメリーノ・ディ・アラブストローは、ジョバンニ・ベリーニの神々の祝賛やィツヤィーノのビーナス崇拝を含むランチキで、感能的な絵が飾られていたところだが、 ドッシのフリーズが、エリュシオンの野のアエネアスはその部屋の一部である。ベルギリウス作、アエネアスの第六、ヘラクレスとピグミーたちでは、安泰オスを任した直後、眠っていたヘラクレスが、親指台のピグミーたちに襲われる場面を描いている。ヘラクレスが持っているライオンの毛皮は、そのすぐ後で、ヘラクレスが、ピグミーたちを包み込むのに使われる。たくましいヘラクレスの描写は、当時のフェラーラ校。 エルコレセ世、デステの権威を表している。ドッソドッシ、人間の三つの時代、または、素朴な田園生活、メトロポリタン美術館所蔵座2003コロンビア、インスイクロープディアサイツバースデートアズシー1479、ザ、ゲッティミュージアム、ブリタニカ、エンカルタ、アンドザモノグラフビローサイトバースデートアズシー1490、ヒズプレイスオブバースイズアンノーン、ホップズ、 ジェームズ・アール、ピクチャー・コレクターズ・マニュアル・アダプテッド、ツー・ザ・プロフェッショナル・マン、アンド・ザ・アマチュア、T&W ・ブーム、29ボンド・ストリート、ディジタイズド・バイ・グーケル・ブックス、PP77、h t t p コロン・ススララッッシシュ・ b o o k s g o o g l e c o m ュ・ブックス・ Q= イコール・インタイトル、ピクチャー、インタイトル、コレクターズ。ありがとうございます。